よろしいですか。それでは定例記者会見を始めさせていただきます。最初に知事の方から説明があります。はい、まず、エボラ出血熱の、対応訓練と実施についてです。先週、関西国際空港に到着された方の中に、エボラ出血熱に感染していることが疑われる患者が、おられたという事案がありました。幸いにも検査の結果は陰性でありまして、エボラ出血熱への、感染はありませんでした。この時の検疫所や医療機関、保健所などの関係機関が対応した経験を府民の皆様の安全安心の確保につなげていくという考えから、11月17日にエボラ出血熱の疑いの患者が府内で発生したとの想定で、大阪府と大阪市が協調して、関係機関との連携や患者の搬送等の手順の確認をするための訓練を実施をいたします。大阪府の訓練の大きな流れといたしましては、関西空港検疫所から10日前に発生国に帰国した方がエボラ出血熱を発症した疑いがあると、この連絡を受け、泉佐野保健所が自宅に迎えに行き、リンク総合医療センターに搬送するというものです。大阪市も、疑いの患者が発生したという想定で同じ日に訓練を行います。これまでも医療従事者等に必要な個人防護具などの、備蓄や、の充実や、保健所における人員体制の強化、府民の皆さんへの情報提供の充実を図るために、エボラ出血熱への対応の仕方をホームページに掲載するなど、大阪府として万全の体制整備を進めております。訓練もこの一環です。エボラ出血熱は接触感染でありまして、インフルエンザのように咳やくしゃみなどで簡単に感染が広がるものではありません。府民の皆様には引き続き冷静に対応をしていただきたい。また発生国から帰国後、症状が現れた方は、医療機関の受診する前にまず保健所にご一報をよろしくお願いをいたします。次に、府内福祉施設で働く、障害者が生産する製品の普及促進についてです。障害福祉施設で生産する製品はこれまで、受産製品と呼ばれていましたが、より親しみのある名前とするために、製品の社会的認知度を高めるため愛称とロゴマークを募集をいたしました。そしてこちらのものに、その愛称とロゴマーク決定をいたしました。愛称はコサエタンです。作ったものという大阪弁から来ております。大阪もんらしい、大阪もんらしさを感じる、こういうネーミングです。またロゴマークは幸せを象徴する四つ葉のクローバーの縁を青い鳥が縫い上げるという、こういうデザインになっております。早速11月30日にこの愛称ロゴマークを掲げて、泉佐野、田尻町など、が製品の販売会を行います。また今後府内の各地域で開かれる、販売会やマーケットなどでも、このロゴマークを活用してもらえるように、売り込んでまいります。このマークを見かけたらぜひ立ち寄っていただきまして、このコサエタンを手に取って ご購入をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。僕からは以上です。それでは質問をいたしておきます。まず最初に、自立通信の米安記者、よろしくお願いします。管理者の自立通信の米安と申します。はい、よろしくお願いします。はい、私からは、以来3点、お伺いさせていただきたいと思います。まず1点目はですね、今、知事からお話のあった、エボラ出血熱対応訓練についてなんですが、こうした訓練は、もうすでに全国で、行っているところもありまして、いろいろ課題も出てきている中でですね、例えばその防護服の暑さ対策なんていうのは結構課題として見てきたりとかしているところなんですけれども、大阪府としてですね、先般実地訓練みたいな形になってしまいましたが、その感染疑いの事例が出まして、そういうことも踏まえて、今回の訓練ではですね、特に言えば、どういうところを検証しておきたいなと、知事としてお伺いでしょうか。まず、そういう、発症国から帰ってきて、だから関空でね、検疫所でこの間のように見つかれば、もうそのまますぐに
場所を隔離しまして、国へ検体を送り、その間その患者が移動することはありません。今回はまずは関空で見つからなかった場合です。そして、多分ご自宅なのかホテルなのかね、そういうところに帰られた。そこからですね、いかにね、狭い範囲にその当該患者、もしその人がエボラだということになれば、ね、そのいかに狭い範囲の中で、そのエボラの感染を広げないために閉じ込めていくかと、こういうところが一番今回の訓練の課題と思います。だから、訓練によってね、とにかく保健所に連絡をいただいて、そしてそこから当該患者を迎えに行って、大阪の場合は、リンク医療センターに運ぶと、でその間、当該患者の皆さんにも、決して誰ともさ接触しないように、接触しないことを、約束守っていただくとかね、そういうところを訓練で、ね、どんどんそういうことですよということを、そういう形をぜひ取ってもらいたいということを府民広くに、伝えていきたいと。だから訓練をやりながらね、例えば家族の方が、その方に家族がいるという想定であればね、その家族の方々の症状とか、そういうのも、どの時点で、症状確認するのかとかね、そういうとにかく課題を見つけるのが訓練の一番重要なポイントになると思います。わかりました、ありがとうございます。で続いて2点目、ちょっと国政の話をお伺いしたいんですけれども、年内の衆院選というのが非常に濃厚な状況になってきました。行政の長としての大阪府知事として、この状況をですね、どのように感じていらっしゃるか、ご見解をお願いしたいのと、あと知事としてなんですが、大阪都構想に影響が及ぶのかなとも思うんですけれども、その辺、今ちょっと思っていらっしゃることがあればお願いします。これは来年度予算編成を迎える大事な時期なんで、知事としては非常に、ちょっといろんな国からの、国への要望等もね、役所のトップとしては、これ来年度予算に、どういう影響、悪い影響が、出てくると思いますんでね、今や、一番予算編成の一番大事な時期ですんで、だからそこについては非常に、懸念するところがあると、こういうことです。だから大阪都構想に影響というのは、もう大阪都構想は、設計図が仕上がりまして、あとは議会の、地方議会、大阪においての府議会、市議会の、同意というところに来てますんでね、これまで、安倍、総理や官房長官からですね、大阪都構想について賛成だという趣旨がの意見が表明されながらもね、この大阪においてはもう全く違うね、自民党の対応ですんでね、だからこの選挙がどうのこうのでね、大阪の自民党が変わるわけでもありませんから、これはもう来年の統一地方選挙、この結果を受けてね、前に進めていくしかないと、こう思ってます。ありがとうございます。3点目、府庁の組織に関連してちょっとお尋ねしたいんですけれども、総務部長と財務部長が、今年度末で、定年を迎えられて退職されると思いますが、その後任をですね、公募採用はせずに、行政職の方をですね、内部から登用しようというお考えがあるというような話もあるようですが、その辺について、お考えをお願いします。まず財務部長については、これやっぱり公会計、一般の企業会計とは、大阪府の場合は、バランスシートを作ってね、収入と支出、しっかり分かるようにやってきてますけど、やっぱり、公会計は、完全に民間との企業会計と同じではありません。だからやっぱりそこに、専門知識がいるということと、大阪府市一体で、
今これまでやってきてまして、今の財務長は大阪市から来ていただいてる。要はまあ今の状況というのは、大阪府の財布は大阪市の財務部長と国からの財政課長がしっかり握って、まあ財政がしっかり独立している状況で、これはもう非常にね、大阪府の組織他部局が予算を要求してもピリッとしてますので、そういう意味からもやはり、今回、外から来ていただくんではなくて、大阪市や、そういう大阪市との、まあ、一元化の中で、中から、財務部長を選びたいと、こう思ってます。で、同様に総務部長についても、一般企業の総務という形とはちょっと、違いますんでね、やっぱり役所という、組織を、総括して取り回していく役割があるんで、中から選びたいと、こういうふうに考えています。ありがとうございます、はい、私は以上です。他に質問ございますか。すみません、毎日新聞の野口ですが、その部長の候補の件なんですけども、総務部長と財務部長は専門性が高くて、みんな企業とは違うということなので、今後も、候補じゃなくて内部、基本的に内部で登用を続けるという形になるんでしょうか。いや、違います、民間の知恵を入れていきたいという部分については、いう部分というか、候補はやっていきます。で、候補というのは民間だけじゃないんでね、今の、健康医療部長も町内候補ですから、全体の候補の中で、町内から手を挙げて候補に参加をして、今の健康医療部長もやってもらってるし、住宅まちづくり部長もそうだし、福祉部長も、そうだし、みんな候補をやってきてると。今回はもう、候補じゃなく指名でいこうと、これだけのことです。今回に限ってのことであって、次の後任の方の、そのまた次の後任の方を総務部長、財務部長を選ぶ場合は、広く公募するということなんでしょうか。その時僕が知事なのかどうかもね、分かりませんから。だからそれはその時その時の、人事権者が決定することです。次の方の外部と一致する。外部とね、すみません、健康医療部長について、国の方なので一応外部と位置づけをさせていただきます。いや、公募はして外部から来てもらってるということです。よろしいですか。よろしい、他にございますか。はい、すみません、朝日新聞の川口です。会社の関係でお尋ねしますが、今の関連でですね、予算編成以外にもですね、いろいろな法案について影響が出るところもあると思いますが、また、IR ですとか、そういった資料、大阪から求めるものもあると思いますけど、この辺りについて。いや、だから、結局このことによりまして、3ヶ月半年といろいろ遅れるんでしょうからね。今想定されている日程でいけば、もし、踏み切られた場合は、もう今国会では何も決まりません。では年明け通常国会に全て先送られると。で、通常国会はこのやっぱり来年度予算の編成についても、多分財務省がいろいろ見越してね、案1案2とかそんな作るでしょうけど、やっぱりそのタイトなスケジュールの中でやっぱり予算編成を主に置くのが通常国会になりますんでね。だからやっぱり通年例年と比べれば、予算以外の議案については予算が上がってからということになると、6月7月とかその辺になってくるんでしょうね。だからそれはやっぱり今から半年、もう来年の夏に決まるということですから、いろんな特区の規制緩和だとか、その IR だとか、こういうものを
待ってる側としては、非常に、まあ、不満はあります、うん、スピード感ないよね、こういうことですね。すみません、先ほどあの都構想の関係で言及があったの、安倍総理や官房長官からは賛成の意見が表明されているという点ですが、まあ、自民党からは自民党としてはですね、賛成をしていないというような声も上がっていますが、このあたりについてはあの、まあ、何度かお聞きしてますけども、今なお賛成というふうに、考えられて、この点については主張されているということでしょうか。これも何度も言ってますけどね、広く、公共の電波でですね、総理が、まあ、その、民放の番組でね、丸か×かで丸と言われた限りは、これが、総理の意見なんでしょう、僕はそうだと思ってますし、大阪府民の多くは、僕らがタウンミーティングであちらこちらでその映像を見ましたよねって言ったら、みんなうなずいてくれますんでね、大阪府民の多くは、そうだと感じてくれて、そうだという捉え方をしていると思いますよ、うん、よろしいですか。他にございますか。日本経済新聞の種田です、はい、似たような質問ですけれども、うん、知事としてのご意見を伺いますが、衆院が解散された場合ですね、関西経済にも影響を及ぼすという考えでしょうか。まあ悪いでしょうね、影響は。そういうのはやっぱり経済は生き物でね、一番大事なところはやっぱりスピード感というところがね、これは大事だと思うんで、やっぱり期待してた人、結構というか、大阪のそので企業なされている事業者の皆さんはやっぱり規制緩和とか期待してたと思うんですよ、うん、それがまあとにかくこの選挙で吹っ飛ぶということは、これは非常に期待が大きかっただけに落胆も大きいのかなと、そう思いますね。でこれが来年の夏となれば、まあ要は決算期を多分またいでいくんで、そのマクロ経済指標にもね、悪い影響を与えるんじゃないかなと僕はそう思いますけどね。あと衆院解散の判断の前提となるですね、消費再増税の、先送りなどもいろいろ噂されてますけど、こちらの方はどうでしょうか。再増税が延期されたような場合の関西経済の影響というのは、どのようにお考えですか。僕は今この時期に、増税をね、決定する必要はないとこう思ってます。だから法律にも不足にね、経済の状態をしっかりとこう見た上で、新たなその増税について判断するという法律にもその不足はありますんで、まあまさに非築のね、指標が、この17日に出ると言われてますよね。その指標が悪ければそれの結果を きちっと公開をして、不足に書いてある通りこの経済状態では、増税の時期は決定できないということを総理が言われればそれでいいんじゃないかなと僕はそう思ってるんですけどね、うん、増税はこれは日本の社会保障を支える意味でも僕はやる必要ないとは言いません。今も毎年、40兆から50兆円その間の赤字国債発行しなければ予算のやりくりできない状況ですから、これは増税必要なしとは言いませんが、その増税をするタイミングっていうのはさまざまなその指標を経済指標を捉えた上でっていう約束やったはずですから、その約束を守ってもらえれば、守られれば何ら時期を増税時期を、延期することに対してね、国民から、おかしいっていう声は上がらないと思いますけどね、うん、ありがとうございました、はい、他にございますか。
よろしいでしょうか。それではこれで定例記者会見を終わらせます。引き続き確認したいと思いますので、そのままお願いします。前回の衆院選では大阪、兵庫、公明党の6つの選挙区については、うん、維新としては公約率を見送ったということがありますけれども、次の衆議院選挙についてはこの6つの選挙区についてはどう対応されますか。いや、だから僕らは約束を破られた側ですんでね、泣き寝入りすることはありません、要は今は約束を破られて、まあ踏んづけられてるのでね、そのまま踏んづけられたままね、じっと、こう泣き寝入りする、まあそういうタイプではありませんから、その約束を破られて、たことに対してやっぱりもう戦うということはずっと宣言してるんで、もう今の状況であればこれは戦っていきます。この認識なんですけども、まあ、以前から言われているとは思うんですけど、ただその一方でその公明党側は、まあ、そこまで都構想にその協力、完全にですね協力するとまでいってないと。いや、設計図を作るというところまでは約束しましたよ、で設計図を作って、でその後ね、僕らが言ってるのは住民投票でね、この作った設計図に対してね、住民投票の中でね、公明党はこの設計図はね、まあ住民が一人一人選ぶことですけども、大阪市はそのままでもいいよという意見表明されるのは自由やけど、設計図を作るとこまでは約束しました。6つの選挙区で立てるということですけども、ご自身とですね、橋本代表の立候補についてですけども、3区と16区という話がありますが、これについてはいかがですか。今の時点で、自分たちの、どうする、こうするというのは、これはもう戦略、戦法ですからね、今は言えません。選挙についてなんですけども、民主党との選挙協力なんですけども、国会議員団の幹部の、会見などの発言では、やっぱりこのままでは野党惨敗なので、一定その民主党などとですね、選挙協力すべきだという話がありますけども、それについてはいかがですか。これまで枝代表もずっとね、政策的一致なく野合談合と言われるような、そういう枠組みは作らないという話ですんでね、だから維新の党はそれを政策を大事に大事に、優位と合併する時も本当に長い時間かけて政策協議をやって一緒になったわけですから、その目の前の選挙のね、その損や得やという形の中でね、野合談合はいたしません。で僕の感覚で言うと、その今民主党さんとねがっちり組むことで何のプラスがあるのかなと思いますね、僕は。幹事長としては今回もしこういうスケジュールで選挙をやるということになれば、とにかく
もう、維新の党側とすれば、非常にこう戦闘力は、自民党と比べて、これはもうあの低いのはもう、まあ、武器も、揃っていないしね、低いのは仕方がない、そんな中で戦うとするならばやはり、しっかりと現職をね、当選させていく、集中をして、選挙戦を戦うというのが、まあ、戦略一番かなと思ってます、日本全国に、それぞれ、こう野党連携なんかしながらね、広く薄く戦ってたんでは維新の党としては非常に、要は戦闘力の分散になって、その方が僕は維新の党にマイナスやなと思ってますんでね。そのあたりで言いますと、候補者のこれからの擁立ですね、まあ、どれぐらいの党というような決断があるんでしょうか。まあ、これはね、あの公募をスタートさせておいてとにかく良かったなと、こういう、急遽こういう風な雰囲気になってきたことを考えればね、それは候補者が候補の集まり具合によります。今の衆院の、3区と16区の市区長は今どなたがついてるんでしょうか。今、要はない、維新の党のない中では、僕と橋本市長がついてます。ただそれを、正確に言うとこれを選管に届ける必要はあるんですけど、このような時期にっていうことには考えてませんでしたんで、まだ選管には届けていません、ただまあ支部長なんて別に選挙の時になればね、自分がやるとその時に届ければいいだけの話ですから。正式にはまだ決まってないというのは正しいことなんですか。党の、中で内々で、橋本さん松井さんにしましょうという話があっただけで、正式にはまだ決まっていない。いや、だから正式にってどういう意味、選挙に誰が出るかだけの話、正式も何もないよ、もうこのまま、今の、公明党から我々が受けた仕打ちのこの状況であれば、僕たちは、泣き寝入りはせえへんと、もうこういうことです、今の状況ですが、仮に年内解散があったとした場合ですね、やはり知事と市長がですね、まあ、衆院選に出られて、場合にですね、かなり国交省を推進するという意味では、大変気になると思うんですが、このあたりについても整合性というのが取れなくなるんですが、そういうことも考えながら、今、いろんな、今後、いろんなことを判断していくことになるということです。まあ、体は一つなんでね。先ほどの支部長の話の続きなんですけれども、以前5区と6区も幹事長と代表預かりにするというのは、それは預かりにしてますよ。だから支部長決めてませんから、まだ決まっていない、預かっているとして、もちろん選管にも誰も届けて届けてない、兵庫もね。区内も不発展は前回見直す出して総合推薦したとかあるんですけど、その点そこは落とされるんでしょうか。それはもう今公募の中に入ります。次世代の党が行かれたところと、無所属になったところが、次世代、そこはどう。いや、次世代は政策的に詰める必要は全くないんで、もう全く一致してるし、都構想もあれなんで、もう次世代こそもう帰ってきたらいいんちゃうかなと思いますよね、僕は。もう同じやから、もう要はその人間関係の中でね、一緒のバスのんのん嫌やとか、もうそういう話やから、もうこの間だったら帰ってきてどやいう感じやけどね、今次世代のメンバーには。もうそんなつまらんこだわりも持ってても仕方がないやんか。無所属になられた西根さん。そこはもうやります。西根はもうちょっと要はよくわからないんでね、彼女自身が何したいんか、もうそこはやります。もう外に出ていったままなんで、
もう帰ってこんでええよということですね、そこは。西野さんは推薦されるとどういう形になるの？いや、まあ推薦の依頼があればね、要はもう都構想大反対の、自民党の候補よりは、それはもう、西野幸一の方が、都構想についてずっとこれまで一緒にやってきたわけですね、だからまあもう戦なんで、もうその何て言うかな、個人的にな感情をね横置いて、一緒に戦った方がいいんじゃないの、僕はそう思うけどね。でも西田さんの政権には、まあ、今後は両立しないと。もし解散になれば、だからもう、こうじゃ大阪維新の会公認で出たらええんちゃうかなと思うけど、そこ一緒やねんから。まあ大阪維新の会次世代グループとかな、いやもう買ってくれたら買ってくれないかんのでね、もうつまらんそういうこうなんていうかな、わだかまりは横に大きいよという感じやね。別に光一と僕が喧嘩してるわけやないやから。西野光一やで、胸清光一とは喧嘩してる。解散の場合のプレ住民投票の除名案ですけれども、これは、選挙期間中できなくなりますけど、選挙終わってからやるんでしょうか、それともやめるんでしょうか。いや、これはもう続けていきます。要は期間中できへんだけで、ずっと60何日間はその権利があるんで、要は、その間ずっと続けてはいきます。ただこの選挙が入ると、今度その後ろに統一地方選挙があって、だからちょっと短期集中いうのが難しいかもしれないね。そのあずっとその期間が伸びてるかもしれない。ただお尻は決まってるので2ヶ月間はできなくなると思うんですが、それでも時間を縮めてやるっていう。いや、だから要はその期間内であれば、期間内であれば統一地方選挙をまたいでもまたやってるみたいなのもありやから、期間内であれば一回締め切らんといたら、統一選の前2ヶ月間は一生懸命集めていけない。いや、だからそこに62日間できるというルールがあるんで、その中止状態にしておいて、そうまた終わってから続けるとか、だからそれはもう選挙の日程によりますね。このもし参議院総選挙がやるんであればね、だからその間この統一地方選挙の結果というものも出てくるんでね、でその結果を受けたらまた、動きは変わる可能性もあるし、もうとにかくまあ政治は生き物というかね、でただ直接請求のその住民運動、この要は署名運動もこれもうまさに住民運動なんで、この件については、維新の政治団体がやるんではないんでね、今その根元になってもらう、その中心の団体の皆さんが結構盛り上がってこられてるんで、やっぱりその人たちが、こういう形でやっていきたいというのを尊重しながら、我々はまあ横から、フォローするとサポートしていくと、そういう、ことになるんでしょうね、だからまあやりたいというそういう民間団体の皆さんの、その思いというものを一番、大事に考えていきたいと思っています。主体が別だというのは理解してますけれども、総選挙が入ったとしてもプレー住民投票の署名集めをすることはやめないという、じゃあこれは僕が決めることじゃないんで、民間団体は今盛り上がってるところやからやめないでしょうと。これ解散した瞬間からもうできへんようになるらしいからね。僕は告示からなんかな思ってたら、解散した瞬間からその活動ができへんと止まるということらしい。関連ではその
まあ、解散の期間中できないということなんで、その、まあ、当日前までにその、まあ、たくさんの署名を集めようということについては、やっぱりこう期間が短くなると集まる署名の数も減ってしまうかなという懸念というのはありますか。まあそれやってみないわからんのじゃん。うん。うん、今ここで、初めてのことなんでね、やってみないと分かりません。でただ川村さん言うには、川村さんの経験上この間聞いてると、こういう署名いうのは最後の1週間がドッとくるらしいね。最後の1週間10日が、うん、まあ経験で川村さんからそういうアドバイスは受けました。野党の方々がその、まあ、統一選の直前にあたって、まあ、そこでこういう署名集めをするのは、まあ、要はその、まあ、都構想の賛否が争点になる選挙の事前運動になるんではないかという指摘があるんですけども、そこはその公選法に引っかからないようにと どういう注意をしてやってるんですか。それ公選法のルールがちゃんとありますから、これ選管にその団体からしっかりいろんなことを問い合わせて、そのルールの範囲でやっていきます。当たり前のことです。東京都の選挙協力の話に戻りますけども、まず今日ちょっと橋本代表もおっしゃってましたけれども、都構想の住民投票への賛成ですとか、そういったいろんな条件がもしクリアされればという部分も含みもあったように思うんですが、現段階で考えられる、まあ、協力をする際の条件みたいな、例えばこの点が、変われば可能性があるとか、この点がというか、都構想の話で言うんなら、もう都構想を住民投票することに賛成であれば、僕らは都構想をやりきるためにここまで来てるわけでね、国政政党も作ってね、もうまずそこですわ。それが、議会の議決のね態度を変えてくれるんなら、もう大阪においてね、基本政策のところはね、必要やろうけどね、そこはまず一歩クリアになるよね、だってそれが公明党ともなぜ対決するかって、そこを裏切られたからやってるだけやから、維新の中、民主党なり、まあ、大阪での協力は難しいけれども、他では可能ではないかということなんですけど、大阪以外と大阪と分けるということは考えられますか。いや、それはもう全国選挙なんで、こう態度が分かれるというようなことは、できんでしょう、これは政党として。それこそ、有権者の国民の皆さんに分かりにくくなると思う。まあ、今回の選挙はね、やっぱり、もし増税を先送りして選挙ということで、よく大義がないとか理由がない選挙と言われてますけど、もしそういうことになるんなら、要は政治家の身を切る改革はやらなくて増税する選挙になるんでしょうね。だから結局、そこが一番自民党の、人たちにとって懸念のしてるところだと思うんですね。増税の判断はいいけども、要は彼らそれはどうしてもやる気がね、見えてないんで今、でこの間参議院改革においても、自民党の幹事長がこうやるというのも自民党参議院議員団で潰してしまったんでね、一票の格差5倍ある中で、だからそこを見せないためのそういう形になるんでしょうね、党として今考えられているのは。安倍政権というか今交換ですね、消費増税を、先送りして、その芯を通っているような形を検討されているという話になっていますけども、その、増税を先送りするというような場合ですと、維新とかなり主張が切り替える可能性がありますけれども、そうした場合には維新としてはどういった点を掲げて選挙を戦う形になったのか。維新の会でやっぱり、維新の党として国政政党としてはね、
まだ全然実績積み上がってません。これはもうだってまだ、日本維新の会から2年しか経ってないし、野党であって、いろんなことができたわけではないと、戦うにあたってはやっぱり大阪維新の会の実績を全国で広げたいという、その主張になるんでしょうね。身を切る改革もやったし、公務員改革もやったし、教育改革もやったし、でまして今、国においてはこれまで旗を上げてきた文献改革の同州制の旗を下ろそうとしてるし、その同州制への第一歩の、その統治機構改革を大阪で設計図まで作り上げた、要はこれを広げていったら自然と同州制になってしまうよね、で自然と日本の国の赤字は減るわけで、この大阪でやってきたことを全国でやるために、存在してるのが維新の党やと、そういう訴えになるんでしょう。大阪以外どこもできてないんやから、一番国民の皆さんが今一番怒ってる、政治のぬるま湯体質なんていうのも、これ全国には知られてないけど大阪だけはやってるんだよね、だから僕らが21議席削減した、2割削減したなんていうのは全国の議会でどこもやれてない、まさに国会においてはその件はもう、もうタブーというか聖域みたいな感じになってきて、議論のテーブルに載せないように、してるし、でもうメディアの皆さんもまあちっちゃい記事書くだけでね、もうあんまりこのこと触れんとこうみたいになってるし、だからこれをまあ、選挙運動政治活動の中でね、いかに大阪でやってることを、こういうことを本気になればできるんですということを、政治家が本気になればできるんですということをど伝えていけるかどうかが我々の、もうこのもし国政選挙やるんなら、我々が一番訴える我々の武器やのね、これは。まあ逆に言ったらこれしか武器はないよね。維新の党に大阪維新の会以外の武器はないと思うね。すいません、民主党との協力に関して今日橋本市長が午前中のぶら下がりで、今夜執行役員会を開いて、国会議員などに協議したいと。で執行役員会今夜やられるんでしょうか。いや、明日の夜。夜、民主党との協力以外に先ほど言及されていた次世代の党との協力なども話されますか。いや、だからもう次世代はね、政策的には全く違いはないんやから、だからまあそれは大阪の、西野浩一とかね、その辺は今まで大阪維新の会で一緒にやってきたメンバーなんでね、その他エリアの違う人たちはね、いろいろ思いはあるでしょうけど、その一緒に戦ってはいかがですかと僕は思ってるけどね、ただ次世代作った限り、次世代の皆さん方の、その何ていうかな、その思いというかね、それもあるんでね、だから今は違う政党なんで僕がどうのこうの言うことではないけど、大阪の場合はまさにずっと一緒にやってきた仲間で、向こうに移っただけなんで、それを頑張って、必ず勝ってもらいたいし応援をすると、こういうことです。先ほど維新で武器が少ないということをおっしゃってたんですけど、その全国、均一にじゃなくてその近畿だったり大阪だったりに重点して候補者を移ったり遊説に入ったりすることになるんでしょうか。やっぱりどうしてもね、応募してくるのもね、関西、やっぱり西の人多いですよ、あんまり僕らのそのこの大阪の雰囲気はね、東京とかはね、ちょっと何ていうかな、どうしてもね、その中身の話に行く前に、大阪から何しに来てみたいなとこあるんでね、だからやっぱりどうしてもこっちの方が多いんで戦ってくれる人が、そうなるよねっていうことです。
意図的にその近畿中心にその選挙体制を組んでいくというよりも結果的にそうなる可能性が高いということ、まあ、意図的というよりこれは今公募しているところでどう集まってきてくれるかです、すいません橋本代表は、まあ、実際解散した場合には全国の人間ですとかやはり、まあ、大阪はいろいろ課題を抱えている状況ですけれどもやはり全国遊説をやらざるを得ないということになるんでしょうか。まあ代表ですからね。ただまあそのいろんな状況の中です。公務もあるし、まあ、いろんな状況を考えて、選挙の対策というものは作っていきます。他にご質問ございませんか。よしですか。内容でしたらこれで終わらせます。Thank you.